どうですか北川さん、はい、久しぶりの。いや楽しいですね。桜も満開ですね。いいですよ。いいですね。一面の花が咲いてますね。あーいい天気だ。綺麗、素晴らしく綺麗。あ、前回よりは水がある。前回より水がある。そこの落ち込み、むっちゃ綺麗。冷たいですか？冷たい。長友佑さん、押し飲んでの長トロ、柔らかはパックラフティング、県杯ツアースタートしたいと思います。うわー、最高に気持ちいい名古屋。素晴らしい天気や。川下りのベストシーズンがやってまいりました。じゃあ俺あそこ降りたら笛吹きますから、それで来てください。さあ出発です。あー気持ちいい、最高。今日は気温が23度まで上がるそうです。もうすでに暑すぎてパドリングジャケットは脱いで T シャツ1枚です。後ろね。後ろに。後ろね。はい。
ここはそうでもないですね。うん、ね、さっきの方がガツンときたね。気持ちいい。最高。イエーイ。気持ちいい。ここだ。いい季節。いい季節。もう、ほけきゅう泣き始めたか。もう、ほんとあれだな。ほけきゅう言い始めたか。やっぱり春なんだな、もうな。完全に。鳥も感じる春。やっぱり俺と違うな、俺と違うな。落ち着いて、もう余裕を持って体、あの手を横にしたり、なんかまっすぐしたりするもんな。違うな、やっぱな。俺はまっすぐこうやって、これを考えてるから、いつもそうだからな。まあ、四万十川にしろ、仁淀川にしろ、キャンプ、最高だと思うよ。あ、河原でいっぱいあるもん。大丈夫。うん。で、人いねえじゃん。なるほど。近い。あの、高知のそばなんで。四万十川の方がちょっと遠いな。高知から多分何十キロあるよ。100キロあるかな。遠かったもん。で、高知から行くのが近いか、なんだっけ、もう一つ向こうの愛媛だったっけかな、そっちから行くのが近いか、なんか似たようなのは似たり寄ったりだったの。それは仁淀川の方がいいと思う。高知か。高知か近い。熊本の一番上流から一回下ったことあるんですけど、あ、その時は熊本から行きましたよ。え、熊本に住んでたんですよ。熊本から大分まで車で行って、うん、大分からフェリー乗って四国だったの、うん、あれ愛媛だっけ、一番こっちから愛媛だっけ。うおー、そうなんだ。こっちからの方が上流が近かった。うん、多分近いと思う。うん、四万十川の上流もあれやっぱなんかあののどかなの。
手牛なんだ。ああそうだ。なんか一回見たらなんか四万十のなんか支流かなんかで黒ソンナーか。ああなんかあって、え何これと思ったんだよ。細いところがガンガンですよね。黒ソンナーも2回くらいでなりました。綺麗ですよ。ああなんかこれ見て、うん、パックラフトは無理と。黒ソンナーはパックラフト行けます。行ける。あ、もう。なんかぶつかりそうで。なんかしかもなんか落ち込みも結構あったような気がするんだけど。あるね。水浴びした。危ない。油断した。いやあ、よっしゃ、おし入ってきた。朝かったわ。ああガリガリやってるわ。あんまり岩に揺らない。浅かった今。
サーのカメラって防水じゃないですか。これ防水。あ、これはこれ防水。iPhone 防水。今度はあの真ん中を取らないといけないね。左じゃなくて右へ。右だよね。右入りきれない。暑かったね。ちょっと汗いな。なんかこれがオールがそこについたな。いっぱい入ってるよ。ああ。それあれでしょ。スカートなしでしょ。あ、スカートありか。あれあれで入ってた。はい、乾杯。乾杯。のばさん。あ、爽やかで美味しいビール。気持ちいいですね。え、今日もしかして農地ですか。おお、すごい。まあ、今日もっと行ってほしい。すごいですね。あ、ええ天気や。乾杯。
天気が春らんまんやな。